ピザーラ姫路店ピザーラは日本の宅配ピザチェーン。チェーン名はピザとゴジラに由来しており、後日の株式会社フォーシーズが経営している。マスコットキャラクターはピザーラくんとトッピングス。株式会社フォーシーズ会長、浅野秀則は映画 ET を見て作品に登場したピザ宅配事業に注目、1985年に 日本国内で営業を開始したばかりのドミノピザに、フランチャイズ加盟を申請するも、直営店主儀を理由に断られる。そこで、自ら宅配ピザチェーンを設立することを決意した、浅野は、1987年4月に東京、目白で、ピザーラ1号店をオープン。その後、1989年12月の秋田県、秋田市の土崎店を皮切りに、 全国展開を開始した。1991年からは、ピザーラお届けの印象的なフレーズが使用されたテレビ CM を放映開始、朝のは CM を重視しその後も話題の俳優やタレントを起用している。フランチャイズ方式を基本として店舗拡大を行い、2012年には日本国内で552店舗、2021年4月には福井県、 鳥取県、島根県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、大分県を除く39都道府県で展開している。より多くの方に手軽に楽しんでもらいたいというコンセプトから誕生したイートインスタイルの店舗。1ホール単位で注文するデリバリースタイルと異なり、1ピースからピザを注文できる。主に、 ショッピングセンターやレジャー施設などに出店しているが、球場内などの一部店舗は、期間限定営業となっている。山梨県にある富士急ハイランドでは、人気アトラクションの一つ、トンデミーナを提供している。回転する円盤をピザに見立てており、それを支えるアームなどに、ピザーラロゴが描かれている。また、アトラクション近くのピザーラエクスプレスでは、 園内限定の長いソーセージを乗せたピザトンデミーナや富士山を模した富士山ピザが販売されている。なおトンデミーナは一時期デリバリーで販売されていたことがある。さらに2006年10月5日アーバンドックララポートとヨスに開業したキッザニア東京うちのピザショップのスポンサーとなっており子供たちによるオリジナルピザの調理体験をサポートしている。 ピザーラキャラバンと称して、ピザの材料とピザ用を搭載した専用のキッチンカーで、ピザーラの配達地域外まで向かい、ピザを提供している。キャラバン隊が向かう先は、門別郡雄別町のオホーツク海、長崎県新上五島の離島、静岡県加茂郡南伊豆町の伊豆半島最南端、伊豆諸島の八丈島などの壁地ばかりである。テレビ CM 等で、 配達地域外でも知名度は高いため、キャラバン隊が行くたびに、長蛇の行列ができるという。トゥーザハーブズ外援店ピザーラを経営する株式、ガイシャフォーシーズは、トゥザハーブズや宅配寿司チェーンの、かきあずしなど多様な事業展開を行っている。そのためリンスポーツ、特に、ヨットレースへの支援を積極的に行っており、1993年から2004年にかけて、 日本カップ国際ヨットマッチレースの冠スポンサーとなったほか、1996年からは、ピーター・ギルモアを提唱としたヨットチーム、ピザーラセーリングチームの運営も行っている。2008年5月には、パエリア等を宅配するビバパエリアを開始した。なお、ビバパエリアの商品もピザーラが配達する。フォーシーズが経営するピザとパスタ専門のレストランチェーン。 直営19店舗、FC9 店舗の全国28店舗を展開している。など2013年8月24日、フランチャイズ店舗のピザーラ東山都店のアルバイト従業員2名が店内のシンク、冷蔵庫に入っている画像がインターネット上に公開されていることが外部からの通報により発覚した。同日に当該従業員が 携帯電話向けブログに投稿したものが、ツイッターや掲示板等に転載されたとみられ、フォーシーズは事実関係を確認の上、翌25日東山都店を営業停止とし、保存食材の廃棄及び当該シンク、冷蔵庫の消毒清掃を実施した。さらに、同30日時点でこの2名が解雇されたことが判明した。ピザーラ東山都店のフランチャイジーだった企業は、 その後信頼失墜に陥り、2015年10月に事業停止に追い込まれ、2016年7月27日に東京地方裁判所から破産手続き開始決定を受けた。その後フランチャイジーだった企業は2016年12月14日に法人格が消滅した。また、当該従業員らは2013年8月23日未明、声優川辺店においても、 食品陳列棚等に侵入し、その画像をブログに投稿していたことが判明している。フォーシーズに関するカテゴリー、ズザハーブスに関するカテゴリー、きあずしに関するカテゴリー。ありがとうございます。